えー、こんにちは、黒田和哲です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、4話音と度数定規ですね。4話音ってなるとですねめ、めちゃくちゃ増えるんじゃないかなと思うかもしれないですけど、えー、サムネイルにも書いたかと思いますが、実は5つしか、えー、品質は出てこないんですよ。4話音になってもこの5つを12期で60個覚えておけば、まあ、ほとんどの曲は、えー、もう9割以上全部スラスラと読めるようになるので、まあだからその、目標はね、なんかこう、 まあいろいろ細かいこと言い出すとものすごいたくさんあるんですけど、でもこう、大まかなところで、目標で60個だったら、まあ1日1個ずつ覚えていけば2ヶ月で終わるわけじゃないですか。かまあちょっとずつ覚えていきましょうということで、4万ウント。で、度数定規度数っていうのはどうしてもなかなか理解できない人のために、度数定規っていうのをですね、えー、うちのあの、えー、ベースの先生の荒川くんが作ってくれたので、これものすごくよくできてて、えー まあ結局は覚えなきゃいけないんだけど、最初覚えるときに、こう、理解をするのに非常に便利な、えー、度数定規の使い方と、まああの、メルマガの方は度数定規の PDF をダウンロードできるようにしておきましたので、ぜひ使っていただけたらと思います。というわけで始めていきます。まずはですね、メジャーセブン、ドミナントセブン、マイナーセブン、ハーフディミニッシュ、ディミニッシュ、この5つですね。 で、その他がいくつかあるんだけど、ま、あ 12C 覚えるねんでっていうことで,ですね。要は12キ全部覚えるんやよっていうお話をしていきたいと思います。まずはですね、えー、っと、この、えー、表記はこれ全部一緒です。だからこれ違うものと思ったらもういっぱい出てくるんですけど、これ全部一緒です。メジャーっていうのは三角で表現しますが、C メジャー7でメジャー7メジャー7。うんと、大文字で書いてるとメジャー7ですね。はい。 小文字で書くことが多い。でもこれ、大文字でマイナー、m, m, i, n っていう表記もたまにあるんですけど、まあ、大概はこれですね。メジャーセブンの場合は、えー、こういう風ですね。で、c っていうここの部分、ここにマイナーがついてなかったら、前にやった、このドミソの和音。これに、メジャーセブンっていうのは超7度っていう意味なので、これがついて、 というハーモニーになりますよっていうことですね。なので読み方としては、ここの前半部分で3和音,音を表現して、で、最後のここで、このセブンスが超7度なのか単7度なのかっていう話なんですね。じゃあ次行きますね。そしたら次は、ドミナントセブンスっていうんですけど、トライトンっていうのを含んでるので、これが F の、まあ、ここに解決したくなるという、まあ、えー。 これはま、た別の動画で説明してるので、そちらの方を見ていただければわかると思いますが、とりあえず C7 というのは C っていうところはやっぱドミソなんですよ。で、7を、要は結局メジャーセブン以外はもう単7度って決まってるんですね。なので、ので普通にメジャーってついてない7がつくと、これは単7度が足されます。これが C7 っていうことですね。これはドミナントセブンと呼びます。 はい。マイナー7っていうのは、今度は、マイナーっていうのは前も説明したんですが、マイナスでやるか、min で表現するか、m だけで表現するかこ。小文字で書くと基本的にマイナーってイメージですね。これ大文字で min っていうのを何回か見たことがありますが、とっても紛らわしいのでみんな嫌がります。で、まあ、書きやすいのはこれが一番よく出てくる。これかこれが一番よく出てくるんじゃないかなと思いますが、これはマイナー、c マイナーのところまでが3和音で、 で、セブンスはさっき言ったみたいに何もメジャーセブンって書いてないから、要は単7度を足して、これがマイナーセブンというコードになりますね。はい、どんどんいけますね。次はハーフディミニッシュと言います。ディミニッシュセブンに対して、まあ、一個だけちょっと音が違うからハーフディミニッシュって勝手に考えてましたが、えー、こう、書き方としてはちょっと変な、このファイっていうやつを使うんですけど、これね、 これ、だから、ディミニッシュが半分だよ、みたいな。ディミニッシュのサウンドの半分ちょっとちゃうで、みたいな感じなんですね。で、マイナーセブンフラット5っていうのがいいですね。だから、マイナーセブンっていうのはさっきやった、に対して、5度の音が半音落ちて、というサウンドですね。これが、ハーフディミニッシュというやつですね。えー、マイナーのスケールの時に出てくるので、マイナー、要はちょっとかなり暗い感じの、 サウンドになると思うんですが、よく出てくる、えー、コードです。そしてもう一個だけです。これディミニュセブンっていうのは、最後、えー、7度も弦7度になるんですね。だから、7度っていうのは、まずその C は、えー、っと、ディミニッシュでしょディミニッシュっていうのが、ここが3ワンをここ、このシミディミニッシュね。これやった後3ワンをね。単3の単3ので、で、セブンスが、 マイナーセブンのさらに1個下の弦7どになるので、こういう音ですね。これもだから前に言ったみたいに、火曜サスペンス劇場ですね。こうね、この感じになりますね。だからちょっとおどろおどろしいサウンドになりますが、デューク・エリントンがこコンビネーション・ディミニッシュっていうのを使うんで、こういうすごくジャズっぽいサウンドになるので、ディミニッシュはよく使えますね。なので、この5つです。で、 そうなると、マイナーメジャーセブンってなると、マイナスマイナー、C マイナーでマイナーで、セブンスはメジャーセブンが使う。目は長7度になるから、これね。目は二カズドリーブですね。こういうね、サウンドですね。よく使いますね、これは。えー、これもジャズらしいサウンドですが、これは、えー、すごく出てくる方、あんま出てこないんで、さっきまでの5つがすごい大事なのね。でこの5つ目の、 この考え方が分かっていれば他のもまあ考えたらできるでしょっていうのをね。そうすると C6。6っていうのは6度の音なので、考え方としてはね、C がやっぱメジャーのトライアドなので,で、ここに6度、超6度の音が足されて、こういう音ですね。で、マイナー6になると、6がマイナー、マイナー、6が単6度になるんじゃなくて、マイナーのトライアドに6度が足される。ということですね。えー、 c m 7ープファイ5 Cm はさっきやった通りで。で、さっき、ハーフディミニッシュは半分下がって、こうやってたんだけど、上がって、こう、こう、オーギュメントなサウンドですね。で、c フォー、4スフォ4っていうのは、えっ、ー、と、普通のセブンス、このスフォ4っていうのは必ずセブンスが入ってきますので、えっ、ー、と、普通の C7 に対して3度の音が4度に釣り上がって。 よくアレンジとかで出てくるとこですね。このサソフォートよく使えます。なんかすごくふわーっとした感じのサウンドですね。C オーギュメントセンっていうのは C オーギュメントっていうことがこの間やった5度が増5度になってて、で、セブンスが入る。ね。で、C メジャー7、シャープ5っていうのはメジャー7の5度が上がって、 っていうことですね。こういうふうに考え方が分かっていれば、要は、最初に、えー、ここのところが C か c マイナーかによって、まあ C オーギュメントも出てくるけどね、えー、前やった主要3和音,音ってやったでしょだからこれはメジャーとマイナーとディビッシュとオーギュメントってやった。これにセブンスの音が足されると4和音,音になるってことですね。 はい、ここまでで一応理論は分かったと思うんですね。C ではたいこう、一応覚えたと思うんですね。な内容はね。内容はだ覚えたという。で、まあ、その、細かいことを後ろやったけど、覚えるのは基本的に5つでいいです。5つね。だから、えっ、ー、と、Cmaj7、C7、Cm7、で、えぇ、ー、ハーフディミニッシュ、ディミニッシュの5つです。 5つですね。この5つを覚えてくれれば、えー、いいんですけど、これじゃあ12キーでやろうと思うと、キーが、スタートが変わると全部ずれてくるでしょだから黒鍵がいっぱい出てくるわけじゃないですか。黒鍵ね。黒鍵がいっぱい出てくるんでした。だから、黒鍵が出てくるから、まあだから、どういうふうにやればいいかっていうところですね。ここですごいこう、あの、うちのベースの荒川くんがですね、非常にいい、こう土数定規っていうのやつをね、開発してくれたので、えー、これの使い方をちょっと説明したいと思います。 はい、そういうわけでですね、えー、このように、えー、このようなものをメルマガの人はダウンロードできるんですが、この考え方ですね、自分で作ってもらっても全然いいかなと思うんですけど、これ、えー、っと、普通に、えー、黒い鍵盤も全部同じ長さでこう下に書き出しました。これ2オクター部分もありますね。で、メジャー7はこういう度数の間隔ね、この間隔。だから要は半音で、 えー、メジャーサン度って要は超三度は12344個上がった分ねで567個上がった分みたいな感じでこういうふうな感覚ですねこの同じ感覚をこう並行してやっていくと黒い剣黒剣が出てきたりとか八剣になったりとかするって形なんですがでこれをこう切り取ってもらうとこのようになりますねでメジャー7だからキーが C だったらこう ド・ミ・ソ・シになるっていう形ですね分かりやすいでしょめちゃくちゃなのでこういうふうな感覚でやってもらえばいいということですねすと、えー、メジャー7っていうのはドミソシで F から始めた場合はファラドミになるってことですね分かりやすいでしょ G で始まったらソシレファこれがファソシレファ、えー、これ大事なのがドミソシ レファラドこれも覚えちゃう。ミソシれファラドミそシレファ覚わるけどね。ラドミそ何回もやるから。シレファラねそしたらこれって F のシャープなのか G のフラットなのかってのはこれだとソシレファだからファはファが上がったって考えるのでこれが。 ファのシャープだから G でキーが G のえメジャーセブンは G メジャーセブンっていうのはえーソーシーでファのシャープっていう風になるってことね これ、もうめちゃくちゃ面白いでしょこれ、こういう感じでやっていただけると、例えば、セブンスなんかっていうのは、じゃあ、キーが、今度はちょっとややこしくて、G フラットでいこうかな。か G フラットのセブンスってやると、えー、これはソシレファでしょだから、G フラット、C フラット、レモフラット。で、ファが、えー、ファが、えー、 フラットしななきゃいけないけで、これ E になります。この場合は、えー、F のフラットって考えるよりは E って考えた方がいいかもしれないですね。はい。これ実セブンスでしょ。はい。D のマイナーセブンだったら、えー、まあ、簡単ですね。えー、レ・ファ・ラ・ドっていう風になりますね。で、例えばこれハーフディミニッシュね。じゃあ今度は E のハーフディミニッシュにしようかな。 そしたら E のハーフディミニッシュはえー、ミーソーシしみそ入れだから B フラットね C でっていうふうになりますでそうするとうんと最後ディミニッシュセブンねじゃあディミニッシュセブンは、えー、E フラットのディミニッシュセブン。ミフラット G フラット a まあここはもうなんかね弦7度になっちゃうのでこれ C って考えちゃっていいと思います 本当だったら、えっ、ー、と、レなんだけど、レの音の、えっ、ー、と、ダブルフラットになるんだけど、C に考えちゃっていいかなと思います。なので、こういう風に考えてやっていけば、この度数定規で、えー、簡単に、えー、感覚っていうのを覚えれるし、考え方っていうのが、だいぶこれで分かるんじゃないかなと思いますね。で、ちなみに、ここに、えー、 作っておいたのは、これ予備です。なので、えー、とマイナーメジャー7でこれ作りたいってなるとマイナーメジャー7って書いてもらって自分でこう色に塗ってもらって、えー、切っていただければ使えるかなと思いますなかなかこれ画期的だと思うんですねさあ荒川とし素晴らしい、えー、ということで、えー、度数定規の使い方のお話でございました というわけでですね、えー、60個ですね、結局、やり方は分かったけど、理論は分かったけど、パッて出てこないという意味ないです。数えてたらダメなんだ,だけど、要はだから、よく出てくるのは覚えてるけど、まあ、ここは数えなきゃいけないみたいな、数えればいいみたいな形で覚えていくといいんじゃないかなと思います。そんで、だ、なんか使っていくうちにやっぱ覚えていくっていう形だと思うんですけど、どうやったら覚えれますかって言ったら、いや、もう普通に覚えるんだって、みたいな暗記だってで、ククってどうやったら覚えやすいですかって、いや、もう何回も暗唱するしかないみたいな。 えっと、サザンが9、3、4、12って覚えたじゃないですか。それと一緒ですみたいな。Cm7 って言ったら、ドーミのフラット、ソ、C のフラットっていう風にパッて出てくるように、もうこう、覚えてしまうみたいな。もうこれ仕方ないですね。覚えるしかないですね。だからこう、よくみんなアドリブするのに、コードトーン覚えてくださいね。60個ですって言うと、いや、なんとか覚えなくていいですかねとかっていう話をするんですけど、まあ、要は、 60個全部出てくるわけじゃないでしょだから曲の中で出てくる曲からまず覚えていけばいいわけだし、まあ、ただ60個先に覚えといた方が早いですよね。みたいな話なんですね。だからこの、起きつくのはもうだから、お母さんがピアノの先生だったんで、あのー、今日はこの、このコ、えード進行、コードの構成音を覚えときなさいって。で、テストされると。で覚えてなかったら晩ご飯抜きですからね。マジで抜かれたって言ってましたからね。えー、まあ、それぐらいこう、 まあやることだと思うんですね。だからこう、皆さんも本読むときとかですね、まあ漢字苦手かもしれないけど、本当に小学校のときって僕漢字こんな覚えに嫌だなと思ったけど、覚えといてよかったなと思いますもんね、本とか読んでるとね。やっぱり。だからこう、やっぱ本読めない人って世の中多い。でも本が読めないから、じゃあその人がダメなのかっていうと全然そんなことはないんですけど、やっぱり本読めた方が効率的ですよねっていう話ですね。だから、 こう、コード進行とか覚えずに、なんとなく感覚だけでアドリブできる人っていうのももちろんいるんだけど、やっぱり、こう、アドリブがうまくなっていく上で、まあ、ワンパターンにならない上では、やっぱ効率的ですよねってことなんですね。でも結局最終的には魂、まあそこに行き着くんですけど、 でもこの自分の中の魂を伝えるときに、やっぱりこう自分の中の思いを伝えるときに、やっぱ言葉ってすごい大事なのと一緒で、音もやっぱ音列っていうのも、まあかなり大、大きなシェアを占めてくると思うんですよ。だからそういうときに、こう、要は考えながらちゃんとこう相手に伝えて、これ色を整然と伝えていく。でも最終的には結局誰が喋るか、えー、最終的にはどういう声色で喋るか、ね、どういう音色で演奏するか、どういうこう空気感を伝えるか。 っていうところが、まあ一番大きくなってくるんですけど、まあ最初のうちはまあそんなこと言い出したらきりがないんで、えー、どん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 覚えていけばいいかなと思います。なので、まずは60個、覚えなかったら晩飯抜きですからね。ということで、皆さん覚えていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。